自民党が消費減税の是非を議論。こちらについて話を聞きます。えおととい自民党の役員連絡会で新型コロナウイルスの景気対策として消費減税の是非がですね、議論になったと。え出席者によると西田参議院国会対策委員長代行が税率を実質8%に引き下げるよう主張しました。えこれに対して稲田幹事長代行が無責任だ。将来に付けを回すべきでないと反論しました。 そのため、岸田政調会長が、意見が交錯している、年末に向け、引き続き議論したいと引き取りました。消費税減税については、党内の若手らにも期待する声がある一方、あまり税制調査会長、否定的な見解を示しています。消費減税の、この、是非がですね、議論になってます。うん、藤井さん、これいかがですかこれはね、えー、複雑な思いがもちろんありますけどね。複雑ですかはい。あの、こういう議論があったというだけでも、まあ、一歩前進。 とは言えますよね。はい、今までもう、滋賀にもかけずにな、なんなもん、桜なんてありえへんやろ、みたいな感じが自民党の中にあったのでね、はい、こういう議論があったのは、まあ、望<い>ましいことだと思いますけど、でも、ここで言われてるのは8%減税ですからね、焼、はい、け石に水やろ、お前ってことですよ。富士山ゼロですよね。ゼロにせなあかんやろ、というのがまあ、ポイントですよね。はい、でさらに西田昌司先生は、もうゼロだと言ってるんですよ、本来は。はい、本来は、このゼロせなあかんって言ってるんですけど、はいこの 会議で8%パーって言ってはるってことはもうすごいもう日寄ってはるんですよねあ。ああ、まあ、<laughs> ギリギリ、実現するにはこれくらいかと。この場所でゼロって言ってもしょうがないって、はい、いう政治的判断をされて8%パーっておっしゃってる、えー、わけですよね。そこが、はい、なんか複雑な心境な<ー>んですだって、西田先生はもうずっとゼロって言ってはりますからね。うん、えー。えー、で、まあまあ、そういうのもまあ、あるんですけど。えーはい、で、これね、発言がね、なかなかね、面白いなと思うな。もう、この稲田幹事長代行が、はい、 消費税減税するなって無責任だと。将来に付け回すべきではない。これはもう、財務省が反でしたように言い続けてる言い方。で、これはもう、土井健郎先生だとか、吉川博士先生だとか、もう甘利さんだとか、もう税調、統領のね、ずっとそればっかり言ってあるんですけど、ちょちょ、お前ら待てと。その、不況の経済を将来に付け回すなよ、お前と。 だから、借金が付け回されるのは、それ、お前、将来の政府で、将来の国民じゃないと。それよりも、この、失業率とかね、低所得とかね、格差社会、この、牛島君のようなね、あのね、描かれてるような、すごい貧困社会がね、将来の国民に付け回しとるやないか、お前と。そこを、お前、厚生に、不の意さんとして残すなよ、と言ってるわけですよ。だからね、 将来の世代に借金をつけましたって、それだからお前政府やと。国民が貧乏や、貧乏なんやと。だ <はい S 1> から、それ無責任やぞと。逆に。その、どんだけ無責任な議論してんねん、<はい S 1> お前。と。えー いうね、レトリックで返さなあかんんですよね。えー、それね、そろそろね、国民の皆さんもね、聞いてください。はい、これ必ず彼ら、修理、はい、につけましてダメよ、とかってこう、言うんですよいや、だから、お前が無責任や、お前と。はい。言うので、ね、ちゃんとね、言ってください。はい。えー、野党だけでなく、与党の一部にもですね、新型コロナ対策として、消費減税求める声が、まあね、現実上がっ てるわけそうです。ですまあ、あのー、この動きが大きくなっていけばね。そうですよ。いいんですがね。いや、これはね、あの、大なる可能性で、はい。次の総選挙ね、これ秋とか、はい。年内とか、まあ年明けとか、ええ、まあまあいろんな話あるじゃないですか。ありますね。その時の、の10月だとかね、いろいろありますもんね。争点が消費税ですよ。はい。で、これはね、争点消費税だぞ って言えばよほどその可能性高まりますから。はい、もう皆さん、商店消費税だぞっていうのをね、えー、もう今思いましょう。これ我々が、しっかりと、ね、この解散総選挙の時の争点は、消費税減税。減税だぞゼロだと。で、そんなことでもう、えー、減税しないとか言ってるやつ、はい、落ちるぞ、えー、お前ら落とすぞ っていうね、ええ、これも民主主義なんだから、はい、もう僕も,うもうね、もう徹底的にやりますよ。正しく理解をして、ですよね、なぜ今、消費税を減税しなきゃいけないのかというところをね、コロナでもうボロボロなってるんですからね、はい、そんなもんぐらい減税して当たり前やろと。えー え、どんだけ無責任やねん、お前らと。はい。で、税というのは、あの、現実、その消費を冷やすものですもんね。そうですよ税金っていうのは。そうですよ。すよまあ、これ基本中の基本ですからそうですよ。で、これ、えー、ね、稲田さんもそんなこと言うてはって、無責任、あなたが無責任だって言ってね、えー、僕これどっかで書いたら、稲田さんの名,名指しをしないでね、そういうことを言う人が無責任ですって言うと、それを見たあの、インターネットのユーザーの方がね、えー、あの、事務所に電話して無責任だって言っときましたって、誰か書いてありましたね。<laughs> レア番号ここですとか言ってね、あの、<laughs> そんなこと僕言ってないからい <laughs> でもまあ、その、そういうのがまあ、なんの、なんていうのかな、と、はい、いうことをすると人も。はい